見つけたわよ。こんなとこにいたのね。それ！グレイですよ、王子様。お久しぶりですね。リアだよ、王子くん。やっと会えた。すっごい探したんだから。サラなの。会いたかった、王子。覚えてない。私のこと覚えてないんだ。王子様に覚えてもらえない私なんて何の価値もないわね。いっそこの世界ごと焼き尽くして消えてしまおうかしら。そんな、王子くん、私のこと覚えてないの？嘘、嘘だ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 ！認めない、認めない、絶対にそんなの認めない！王子に忘れられたなんて、もう生きる希望もないわ。もう何もかもが無意味、死んだ方がマシだから、死ぬわ。王子を殺して、私も死ぬ。死ね、王子！綺麗？私が？絶世の美人だなんて、そんな。美の化身とまで言われて、悪い気はしないわ。私たちが王子様に出会ったのはまだ幼い頃、王都の北の森に住んでいた時でした。あの頃、魔法を覚えたばかりの私たちは、ちょっとしたいたずらで麦畑に謎の円形の狩り跡作ったり、家畜の内臓を抜いちゃったりして、森に住む悪しき魔女として地元の人々に迫害を受けることになってしまったの。そんな境遇を視察にやってきた王子様がされまして、安心して暮らせるようにしてくださったのです。その時から私たち、いつか王子くんの役に立てるようにって魔法の腕に磨きをかけてきたんだよ。王子が城を出て冒険者として活躍し始めたと聞いたので、ついに時は来たと思い行方を探していたの。覚えていてくれたのね。私たちのこと忘れてなかった。嬉しい。また称賛された。自分の美しさが恐ろしい。王子様が旅に出たという話を聞いて、やっと再会のチャンス、いえ恩返しの機会が訪れたと思い、姉妹で行方を追っていたのです。冒険のお供させてください、王子くん。魔王討伐のお役に立ってみせますか。ね、護衛はしっかりと務めるから、私たちと王子で魔王の野郎やっちまいましょう。剣は承知の上ですから、一緒に連れて行ってください。むしろその危険から王子くんを守るため、私たち頑張りたいんだよ。魔法の腕前は誰にも負けない。安心して私たちに背後を守らせて。逃げられた。王子様ってば昔のまま。まっすぐで優しすぎね。何も変わってなかったわ。うんうん、それに余計な女の匂いもしなかったし、綺麗な
体のままの王子くんで嬉しい。地の果てに逃げても必ず見つけ出して私たち何から何まで全てお世話してあげましょう。世界から消滅しろ。許さない許さない許さない、絶対に許さない。死んだ後は永遠に呪われる。縁故に挟んで永劫の時間は苦しみ続けるがいい。それが王子を傷つけた者の受けるべき報い。傷つけるものは消し去った。もう安心。それではお怪我を治しますね、王子様。そんな、王子様が優しいから私たちの身を気遣ってあのようにおっしゃってくれたのですから。うんうん、女の子扱いされてなんかとても嬉しかったし、私たちを便利に使って楽することもできるのに、自身で困難に立ち向かうなんて尊敬。でもこれで私たちが守られるか弱い女ではないと分かっていただけましたよね。ガンガン戦って王子くんの役に立てるんだから。どれほど勇敢で強くても一人ではどうにもならなくなる時もある。だから私たちを同行させて。私たちに何かあっても王子様がそばにいてくだされば守っていただけますよね。私たちも冒険を続けるつもりだし、魔
法が効かない敵と戦った時に私たちだけだと。私たちと王子が一緒ならお互いに助け合えると思う。だから嬉しい。ありがとうございます。これからはずっと一緒なのですね。